きや。あ、わしは重宝で。だからさ、ねえ、いらっしゃいませ。いつでもわしのそばに座りやがる。これでも見えんと思っとるか。あれ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 、よしち、知ってるぞ。よしち、目黒に目隠して何になるんだ。だからさ、この野郎本当に目黒か。こう見ね、目黒のくせにタバコ吸ってやる。おや、よしち、めくらがタバコを吸っちゃ悪いのか。どういうわけでめくらがタバコは吸えねえんだ。さあ、聞かせてもらいたいね。何言ってんねん。いや、しゃべりつけしゃべりつけ。何でしょ、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 今夜は大出来だ。祝い酒御所とは、すみましたね、祝い酒御所とは。祝い酒、何の祝いだ。ちょっと違う違う、お祝いじゃねえ、お通夜だ。けどまあ、どっちにしたって同じようなもんでさ。この野郎め、明日になったらしねえぞ。どいつもこいつも義理もしちまもったもんじゃねえ。なんねえ、なんねえって言わないときやねえよ。そうそう、娘は誰が買ったんだ。え、誰がって、あしが表の丸とこで作らしたんですが。どこで買っても買わねえよ。死んだ。刺身ってやつはこう、ガチでこなすもんじゃねえぞ。なんだこれ、こうスペルじゃ表がありゃしねえ。なるほど、さすが親さん、江戸っ子だ。あ、みんな聞いたか、こんな薄っぺらな刺身は食えねえぞ。だなるほど。あ、金吉、おめえ、丸とく行って酒を2升と。
それから刺身は12名一致な。こんな薄っぺらじゃダメだぞ。もっと厚く切れと言うんだぞ。いいか。いや、金はいらないよ。大家の長兵衛さんがそう言ったってはいいんだ。早く行ってきね。どうすまんねえな。どうせみんなもう一枚行こうじゃねえか。何秒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